クです今回は迷いがちの「せい」と「てる」の違いそして「トーク」と「スピーク」の違いをマスターしちゃいましょう細かい意味の違いよりも何が続くかというのが大事です「せい」には名詞もしくは「文が続きます名詞が続いて何々を言う文が続いて何々と言うという感じですてるの方は人が続いて 人に言うということなんですね。例えば、I said no.No と no 言った。断った。という意味ですね。I said that. それを言った。ですねそして、something funny。これも名詞なんですね。He said something funny. 彼が面白いことを言った。ですねよくある間違いは、I told no なんです。 テルに続くのは人なので、これはノ o という名前の人になっちゃうんですね。ノ o さんとかノ o ちゃん、ノ o くんに伝えたっていうんですね。またありがちな間違いは、I told that ですね。これはもう物に話しかけてる感じですよね。例えばペンに伝えたですね。ねちょっと話があるんだけどで。ペンと話してる感じなんですね。微妙また、s a に文を続けられます。I said I didn't want to go ですね。 行きたくないと言った。ですね。tell には人が続きます。例えば、Let's tell him 彼に言いましょう。he told someone 彼は誰かに言った。ですね。そしてよくある間違いは、Let's say him なんです。say は何々と言う。何々を言うという意味なので、これは変なんです。みんなで him、him と言いましょう。1 2, 3,、2、3、him みたいな感じです。 スピーキングマップの単独の動詞リストではちゃんとこういう風に書いてありますね。say it. で、it の代わりに他のものを置き換える。そして、tell 人。tell には人が続くですね。ここに書いてあるように使えば絶対間違いないですね。一応、let's say that to him だったらありえます。だけど、let's tell him の方が一般的ですね。規定文も見てみましょう。I didn't say anything. anything はもの。 I didn't tell anyone. Anyone は人ですね。何も言ってないよ。誰にも言ってないよ。ですねそして疑問文も大事ですね。意味的には、What は say に続いています。Who は tell に続いています。Say、何々、tell、誰々ですね。ですが、疑問文でこの What と Who は絶対前の方に来ますので、こういう構文になります。何と言いましたか ?What did you say? 誰に言いましたか ?Who did you tell? ですね。そして実は、say に続けられるものは、tell にも続けられます。が、先に人を入れなきゃいけないです。I said that. それを言った。I told him that. 彼にそれを言った。ですね。そして文もそうですね。I said I didn't want to go.I told him I didn't want to go. です。 I said him that とか I said him I didn't want to go はありえないので注意しましょう。I said that to him とか I said I didn't want to go to him もありえるんですけど、say に to him をつけるぐらいだったら tell を使う方が普通です。そして tell に人が続かない例外もあります。決まり文句みたいなもんなんですけど、I told a story ストーリーを語った。もしくは、I told the truth 真実を言った。ですね。これも人を入れることもあるし、入れないこともあります。そして有名な tell a lie 嘘をつくという言い方もそうなんですね。だけど、もともと実はあんまり使わないんです。I told a lie って言わないで、I lied って言った方がずっと一般的です。ほとんどこう言います。 そしてもう一つの言い方は tell it like it is という決まり目です。ここは絶対品を入れないですね。オブラートに包まずに人が聞きたくないようなことを言う。ダイレクトに言うということなんです。これもよく使うのでこれも覚えておいてください。そして実はあんまり知られてない Tell の使い方もあります。Tell に人を続けないと全然意味が変わります。どういう意味かわかりますか 人が続く、tell 人は、you、伝えるという意味ですけど、人が続かない tell は、わかるという意味なんです。でどういうわかるかというと、こう見てわかるとか察することができるという意味なんです。例えば、彼は絶対君に気があるんだよ。え、どうやってわかるんですか ?I can't e l l 私にはわかる。見てわかるという感じです。I can't tell はもちろんその反対の意味ですね。 例えば、違いが分からないとか、彼の行動が読めないとか、そういう感じです。で、can you tell? これもよく使います。例えば、今日、今日ご機嫌ですね。なんかいいことあったのって聞いて、can you tell? 分かりますみたいな感じです。ま,または、髪切ったのって聞かれて、can you tell? え、分かりますって返したりとか。この tell は人は続かないんですけど、 目的語はありえないというわけじゃないです。いろんなものを続けられます。例えば、I can tell the difference 違いがわかる。見てわかるという感じですね。I can't tell the difference 違いがわからない。can you tell the difference 違いわかりますかですね。いろんなものを続けられるんですけど、人を続けてないからわかるという意味の方の tell になります。で、このように名詞を続けることもあるし、文を続けることもできます。 これは文ですね。I can tell he likes you. 彼が君のことが好きというのはもう見てわかるという意味です。一瞬人が続いているのかなと思いますよね。でもこれは違います。これは文の中の主語です。そして he の場合、この tell に続く人だったら tell him になりますよね。だからまだ he と him でこう区別はできますね。you は主語も目的語も you なのでさらに混乱しちゃいそうですよ、ね、聞いてる人の脳の,の,の中では I can tell you までだとどっちの方向に行くか分からないんですよねどっちのポテンシャルもあるという感じなんですねそしてその後に like という動詞が続くのであこの you は tell に続いてる you じゃなくて文の主語の you なんですねということがそこで分かるんですあの照る人の後に文も続けられますよね その場合はこうなります。You が2回になります。I can tell you 君に言うことができる。You like him. 君が彼のことが好きだということを君に言うことができるになります。君に言うという意味だった場合ここに人がもう一回入ります。他にも I can tell you don't want to go 君が行きたくないというのはもう見てわかるです。なぜ行きたくないか理解できるという意味じゃないですよ。君の表情とか言い方とかで もう、行きたくないんだなっていうことが伝わるということなんです。Uh, Something's wrong もどうかしてるっていう意味です。What's wrong? どうしたのとか質問。Something's wrong? どうかしてるっていう意味ですね。悩み事を抱えてるのは見てわかるとかそういう感じです。さらに、名詞説も続けられます。例えば、I can tell what he's thinking. <S 彼が何を考えているか、私にはわかる。彼が何を考えているか、 見てわかるみたいな感じです。I can tell who she likes 彼女が誰のことが好きなのか見てわかる私にはわかるという意味です。察することができるという意味ですね。否定文も同じように I can't tell what he's thinking 何を考えているのか察することができないと言ってます。I can't tell who she likes 誰のことが好きなのか察することができないという意味ですね。 そして、かどうかの名詞説もよく使います。この If は、もし何々ならという意味じゃなくて、かどうかという意味の If です。これも名詞説なんですね。彼が本気で言っているかどうかわからないですね。彼女が嘘ついているかどうかわからないですね。ちなみに、規定文の Ican't tell の方は、文は続かないんですね。名詞説になります。肯定文は大丈夫ですね。Ican't tell He likes you 君のことが好きだっていうのは見てわかる。I can't tell if he likes you. 君のことが好きかどうかわからない。察することはできないですね。I can tell I'm improving. 自分が上達していることはもうわかる。気づいてる。I can't tell if I'm improving. 自分が上達しているかどうかわからない。 トークととの使い分けはもっと微妙です例えばこの場合はどっちでもいいです。I talked to Dave. I spoke to Dave これ with にしてもいいですよ。I talked with Dave. I spoke with spoke Dave 同じ意味です。使い分けはないです。ですが、ここでは使い分けます。普通に今何について話してますかどんな会話をしてますか何を言ってるんですかは、What are you talking about? 必ずトークしかないです。 スピークの方はスピーチをするという意味だったらあり得ます。何についてスピーチをしてるんですかどんなスピーチをするんですかという意味だったらこう言います。例えば、I spoke at a conference スでスピーチをしましたという意味なんです。ちなみに、ここもトークも使えます。トークはより万能な感じなんですけど、スピーチをするという意味だったら、スピークが一般的、トークもあり得る。英語を話せますかという意味だったら、 can you speak English が正解 can you talk English は間違いです。What languages can you speak? 何語を話せますか ?What languages can you talk? これは絶対にないです。必ず間違いです。We spoke English が絶対正しい。We talked English はすごく微妙です。あり得るっていう人もいるけど、ほとんどのネイティブは変な感じがします。ですが、in が入ると全然問題ないです。We spoke in English.We talked in English. これは全然 OK です。どっちでもいいです。使い分けなくて大丈夫です。話すっていう意味で、トークだったり、スピークだったり、いろいろ使います。自分から話すときは、迷いがいっぱいあると、なかなか話せないですよね。迷いをなくすっていう意味で、とりあえず、話すは全部トークにして、そして、スピーチをするはスピーク、で、言語を話す、何語で話すはスピークと覚えれば大丈夫です。自分から発信するときに、迷いをなくしたいので、こういうふうにシンプルに 意識すすることを勧めします英語は使って覚えることが大事なので今日学んだことを例文にしてコメントのところに書いておいてください。できるだけ添削します。そして日本語から考えずに英語を話せるようになりたい人はぜひこのスピーキングマップをチェックしてみてください。それでは、See you next time!